今年もですね、例年通りシーバードライブ、夏のやつができました。風間の昨日は、北九州ですね。北九州ですね。はい。で、明日が鹿児島だそうです。大変ですね。日本中をこうずっとゴーヒルミと一緒に回ってますけど、その間がちょうど日曜日がなぜか不思議と空いてますね。なぜか日曜日だけがね、ありますよね。毎年できてますね。はい、おかげさまで。この調子で来年も郷さんによろしく。配信言ってきます。日曜日開けとけと。開、はい、けとけなきゃいいわけがないじゃないですか。じゃあ、まあ、いろんな話とともに、いいギターを聴かせてくれると思います。はい、じゃあ、小南和馬。どうも、こんにちは。ただいまご紹介に預かります。こんにちは。まあ、名前言いにくいんですけど、コミナミカズバラです。コミナミカズバラ、はい。僕もシーバードにですね、ずっとこう高校の、まあ、1年間だけだったんですけど、こうすごく寄せてもらって、中村さんにはいろんなことを教えてもらって、で、まあ、今こうやってプロで活動してるんですけど、まあ、あのエレキギターをすごくメインでやってるんですけど、自分でソロアルバムを出してて、まあ、3枚出してるんですけど、それがアコースティックのアルバムで、いつもはまあ12弦 と、クラシックギターと3本でやるんですけど、まあ、今日30分という短い時間なので、ちょっとこのスティールとか、まあ、フォークギターって言ったりしますけどね、それで、何曲かやろうと思いますので、最後まで聴いていてください。まあ、あのバンドが結構多いのでですね、ちょっと静かな曲からいきたいなと思います。スワンソングという僕の曲なんですけど、聴いてください。
ました。次はですね、モーニンググローリーという、朝顔の曲なんですけど、聴いてください。